ございます。名古屋市議会議員の小泉一馬でございます。青木島遊園地のことでね、誰よりも早く誰よりも詳しく調査に着手し、誰よりも積極的な情報発信をしている長野市議会議員の小泉一馬です。まあ、住民監査請求でもね、行政の原型復旧工事に待ったをかけている議員、長野市議会議員の小泉一馬です。で、これにつきましてはね、おはようございます。当初4人で始めた住民監査請求ですけれども、あ、それいいことだから私も加わりたいという方出てきてます。2人増えました。で、皆さんの中でもね、住民監査請求に加わって青木島遊園地の工事止めていきたいというお志のお持ちの方は、どうか小泉一馬にそのお気持ち伝えてください。加わるように手続きを進めてまいります。長野市議会議員の小泉一馬は青木島遊園地の原型復旧工事止めて、遊園地の廃止は諦めていただく荻原健二さん、そういう運動を進めている長野市議会議員です。小泉一馬でございます。オレンジのおっちゃん、今日もこちら上高田北交差点で皆様にご挨拶申し上げております。小泉一馬です。おはようございます。まあ、それにしてもねありがとうございます。頑張っております。まあ、それにしてもね、子どもの権利侵害についてどこもね面倒を見てくれない、これは本当に悲しいお話です。で、小泉もね、この青木島遊園地が廃止される、子どもの権利、遊ぶ権利、子どもの権利条約で謳われている日本は批准している、当然長野市も尊重義務があるんだけれども、その子どもの遊ぶ権利が青木島遊園地廃止で侵害されつつある。いや、今だってね、本当は使えるはずなのに実質的に使えないんですよ。青木島遊園地まだ廃止されてない、まだ閉鎖されてない、誰でも使えるはずの青木島遊園地、今子供は